男子バレー日本、今夜準決勝海外オッズは、スロベニア勝利やや優勢。初の決勝進出なるか、ネーションズリーグ。バレーボールのネーションズリーグ、NL に出場中の男子日本代表は29日、日本時間30日、ポーランドーチで準決勝スロベニア戦に臨む。海外ベッティングサイトがオッズを公開。スロベニア優勢との方が強いようだ。 画像、知史料の幸せ。素敵な写真すぎる、小笠里奈西田裕二の夫婦にショット写真。米スポーツベッティングサイト、ドラフトキングスでは、世界ランク2位の日本勝利が2.75倍。同3位のスロベニア勝利は1.43倍となっている。また、A ベッティングサイト、ベット365では、日本勝利が1.91倍。 スロベニア勝利が1.8倍と、こちらでもスロベニア有利と見られている。日本はスロベニアに1次ラウンドで3対1で勝利しているが、スロベニアは日本以外に全勝。通算11勝1敗の1位で決勝トーナメントに進出しており、難敵だ。昨年の VNL で銅メダルを獲得した日本。初の決勝進出をかけて、欧州の競合と激突する。